三宅智信は、三河田原藩の隠居格、乱学者。文化三年十一月二十七日、田原藩の第八代藩主、三宅康智の四、男として、江戸工事町の田原藩城屋敷で生まれた。文政二年四月に、田原へ、引っ越し、田原城藤田丸に住居した。同年五月十五日、藩高生召官の公主歌謡元順の新名により、智信と名乗る。 文政6年10月に江戸へ戻り、翌年頃から渡辺火山の影響を受けて、乱学の研究を行うようになった。文政10年に兄の藩主安明が28歳で病死すると、後継問題が発生し、その結果三択家の血統を受け継ぐ友信ではなく、姫自藩酒家から持参金付き養子として入ってきた安直が藩主となった。友信は、 全藩主扱いの隠居格とされ、隠居量2000秒余りを与えられて、菅野の下屋敷に住居し、菅母様と呼ばれるようになった。23歳の若さで隠居となったと物部は主職に溺れることもあったが、側用人となった火山の勧めにより一層乱学研究に打ち込み、隠居量の多くを乱所の購入に費やした。長崎留学から戻ってきた鈴木春山のほか、 高野長英、小関三英らを雇って、これら乱書の翻訳を行った。また、火山が乱書の購入を希望した際には友信が資金を提供することもあった。天保十年に万社の獄が起こり、翌年1月に火山が田原へ護送されると、友信も乱学者の弾圧を避けるため、そして火山の身辺を見守るために田原へ移った。火山の 守るコンヒ歴には、火山の母坂へと、長女勝が友信に招かれ、城内で地層を与えられて宿泊した記事がある。天保12年に火山が自陣すると非常に落胆し、高化元年12月に再び江戸へ戻った。死を失った友信はさらに乱学に情熱を注ぎ、春山や村上藩いたす上田領将を相手に、西洋十字にや、法術の導入に力を入れた。 安政三年、幕府が番所調べ書を設置すると、語学力を評価されて、推薦を受けて入所し、兵書を翻訳して、大政兵官書編を出版している。慶応三年、藩主となっていた長男の広報と共に、田原へ帰国し、朝廷に基準の意を示す。維新後は、田原城内大手に住居して、大手様と称された。晩年は東京へ出て、 自適の生活を送り、明治19年8月8日に死去した。去年81、昭和10年に14位を送られた。文政10年7月10日、藩主、三宅康明が28歳という若さで病死する。田原藩は治療校に比べて、藩主の数が多く、さらに所要の田原も周知であった上に、風水害の被害も多く、常に財政難の状況であった。 そこで、藩主のお部は、緊急する、犯罪性を打開するため、当時過労、河井道の海の財政再建により、比較的裕福であった姫路藩主坂井家から、持参金目当ての養子を迎えようとした。これに対し、三宅家の血統を重視した、渡辺火山山木忠島はこれに強く反発し、安明の異母帝であるともの部を擁立しようと運動を、行った。 藩主の部は病気療養を名目に、友信を田原へ送ることに成功し、10月11日に、友信は、火山、火曜玄順、上田良明ららを連れて、江戸を経った。10月15日、堺家から稲若を養子に迎える内役が成立し、藩内に公表された。10月22日に、養子縁組成立の方が田原へ伝えられると、友信は、 大原城の藤田丸に事実上軟禁され、翌年5月にようやく江戸へ戻ることが許された。安直が藩主となって、以降も、火山は三宅家の血統を残そうと奔走し、安直の娘ととも信の長男の後方を主わせて、婿養子とすることに成功した。一方で、姫路藩の河合道の海とも交渉して、婿養子についての了解を得た。火山の死後、 安直は、性質の勧めもあって、実習を四次にしようとするが、牧きただし前の監視により、広報を四次とすることを再確認した。嘉永三年に広報が第十二代藩主となり、友信は藩主の実父として、さらなる尊敬を集めるようになった。長所役所、ありがとうございます。